こんにちは、レイセンです。今日は9月12日、水曜日になります。絶食150日目です。150日目という記念すべき日なのに、なんか喉の調子が良くなくってあんまり決まらないですけど、時間は今午前9時42分ぐらいですね。天気は曇りです。まあ、割ともう秋ですね。涼しくなってきました。24度ですね。気温24度です。で、睡眠時間が今のところ4時間半で取ってますですね。で、尿回数はすでに3回出てるところです。そしたら今日も糖屋、ミックスと糖化ミックスですね、この辺取りつつ、なんか心が落ち着かないっていうのかな、ちょっと不安定さがあるもんで、あるもんで、今日はちょっと瞑想になるべく力を入れようかなっていうふうに思ってます。で、もう果物ジュースがもうないもんで、どっかで買い出し一回行ってきます。そんな感じですね。やることはいつもとそう変わらない、今日は変わらない。まあ、しばらくはこんな感じでやっていきます。そしたら、絶食150日目始めていきます。それでは今日1回目ですね、豆芽ミックス作っていきます。無調整豆乳を200と、あと野菜1日これ1杯ですね、これを300で作っていく。なんかこの落ち着かない感じはおそらく星回りだと思うんで、まあ日にち経てば治ると思うんだけどな、治ると思うんだけど、まあできるだけ今日は瞑想に時間を置いて心を落ち着かせようっていうふうに思ってます。でもゲームが今キャンペーンやってて、育成するのにすごくいい習慣なんですよね。この1週間は育成するのにすごくいい日、いい時なんで、まあそこも、まあだからゲームも一応やりつつにはなるけど、そしたらこれ飲んでいきます。すぐ飲んじゃったんでもう一杯作っていきます。こっちもないかな。トーヤミックス、野菜ジュース、野菜生活を300と、無調整豆乳を200ですね。これ飲んだら、まあ、シャワー浴びて、で、神棚やって、そっから動画の編集作業ですね。これ飲んでいきます。今シャワーから上がったところですね。で、旬野菜取っていこうと思います。あと風呂入ってる、シャワー浴びてる最中にちょっと便意、大便出そうな雰囲気っていうのかな、便意も用意したんだけど我慢したもんで、我慢したら出なくなっちゃったもんで、本当はついさっきですね、10分前ぐらいに大便出るはずだったと思います。出なくなっちゃった。我慢してたら出なくなっちゃった。まあシャワー浴びてる間だったもんで、我慢しないわけにいかんかったもんで、まあそんな感じ。まあそのうち出るでしょう。で、まあちょっと髪乾かして、そしたらハンドジェルつけて、その後ですね、神棚やっていきます。もう髪の毛乾いたもんで、これつけていきます。
で、まあもうなくなっちゃうもんで、一回、まあ、あっちメディケアってやつでやってもいいけど、ちょっととりあえずこっちのスプレー、これなくなったらとりあえずスプレーの方で、まあ、やってみようかなって思っています。スプレーの方でやってみて、様子見てですね、なんかやっぱりヒリヒリするんですよね、朝とか夕方になると。まあ炎症っぽい感じだと思うんだけどな。あとちょっと顔の肌、なんかちょっとサラッとしますね。サラッというか、なんかちょっとスベスベする感じ。見た目あんまりよくは変わらないんだけど、なんか触るとスベスベするっていう。これはアトピタのこのおかげなのかもしれないけど。このおかげなのか、あるいは、豆乳の恩恵なのか。なんかこのアトピタは結構いい気がするんだよな。なんかサラッとする。もうなくなっちゃうもんで、あと1回分、多分今日中にはなくなっちゃうですね。今日の夜にはなくなるもんで、干したらとりあえずちょっとスプレー使ってみようかなって思ってます。そんなになんか、手にあんまり、ないや。こんなもんですね。そしたら神棚やっていき、やって、それから動画の編集入っていきます。トーヤミックス作っていきます。まだ編集の途中ですけど、ちょっと飲みたい。軽く煮詰まってきた感じがあったんで、ここらで。と、野菜生活ですね。もうオリジナル。もう300。これ飲みながら、やろっかな。休憩しちゃってもいいけど、そしたら飲んでいきます。もう一杯取っていきます。トーヤミックスですね。無調整豆乳を200。もう野菜生活がなくなっちゃって、もう野菜1日これ1杯と旬野菜だけですね。で、買い出しちょっと行こうかな、って思ってます。まあ編集が終わったら買い出し、レンダリングに入ったら買い出し行こうかな。で、野菜生活が200しか、200もないな、これ中途半端やな。まあ200あったものとして20ぐらい足らないけど、200あったってことにして、あと野菜1日これ1杯ですね。これも中途半端なんで100ぐらい
100ぐらいしかない。うん、ちょうど100ですね。まあ、20ぐらい足らんけど、まあ一応500ってことで、500取ったよってことにしときます。うん。他のところに入れた量がちょっと多かったってことですね、これ。うん。そしたら、これ、飲んでいきます。豆芽ミックス作っていきます。無調整豆乳ですね。200、今編集終わってレンダリング入ったところですね。3時になっちゃいました。じゃあ雨降ってないから、まあ、買い出し行こうと思えば行けるんだけど、うん、ちょっとあんまり行く気にならない。うん、まあちょっとゆっくりしようかなって思っています、うん、まあ夜でもいいかな、うん、もうちょっと取って野菜ジュースとかですね、豆乳取って冷蔵庫もう少し開けて、そう、うん、開けて、まあ、夜行くっていう方がいいかな。まあそう知れてるけどな。わかんない。まあ適当なところで買い出し行きます。うん。神棚のお酒も切らしちゃったもんで、今日。もうそれも買いに行きたいから、まあ、買い出し行くのは間違いないですね。そしたらこれ飲んでいきます。豆芽ミックス作っていきます。無調整豆乳を200ですね。うん、今日はなるべく本をたくさん読みたいですね。ラムサーとエイブラハムの本、うん、なんか精神的にちょっと昨日の夜から夜中から不安定というか、うん、ちょっとなんか落ち込み始めてる感じがあるんで、回復させるために読みたいけど、あんまり長く読んでると疲れちゃうんで、まあ、休憩がてらゲームとか音楽を聴きながら、もう音楽はなるべくもう歌詞のないやつで行きたいとこですね。歌詞のあるやつを聴きたい時もありますけどね、気分的に。したらこれ飲んでいきます。もう一杯豆芽ミックス作っていきます。無調整豆乳を200と野菜1日これ1杯ですね。300で、泡最後にちょっと入れるんで、うん、こんなとこかな。あと100ぐらい残ってますね。うん、そしたら泡入れて、これで飲んでいきます。豆芽ミックス作っていきます。無調整豆乳を200、ね、と野菜1日これ1杯ですね。もう野菜生活も果物ジュースも今はないんで、野菜1日これ1杯だけで取る。で、今レンダリング終わってアップロード始めたところですね。30分ぐらいだと思うんで、5時半ぐらいには終わる。5時半、うん、でそっから確認作業して6時半、まあ、7時ぐらいに買い出し行こうかなっていうところですね。雨今止んでるんで、このまま降らなきゃいいけど、あ、降ってきたら先行っときゃよかったってなるだけですけどね、うん、今日はちょっと割と冷える、うん、まあ、天気曇り時々雨っていうのもありますけどね。で、
これ300ですね。まあ今日はゆっくりする。そしたらこれ取っていきます。トーヤミックス作っていきます。まあアップロード終わってこれから確認作業するのでちょっと飲みながらやっていこうと思います。ね、あ、無調整豆乳200と野菜1日これ1杯ですね。で今ツイッターにたまたまちょっとツイッターの中でたまたま見かけたアプリのゲームでスカイフォードプリンセスっていうのがある。あ、9月6日にリリースしたやつですね。まだやってなかったんだけど、あのちょっと今やってみたらすっごく面白い。何これってぐらい面白かったんで、あの途中に挿入されてるあの話、あれ、あ、なんていうのかな、あれ、あのアニメだけど、あのあんまりキャラクターがそんなに動かないアニメっていうの、なんていうのかな、あれ名前忘れちゃった、あの鷹の爪団みたいなやつ、鷹の爪、うん、忘れちゃった、まあいいや、うん、なんか途中に挿入されてるあのもの話が面白くって、うん、であのボイスも入ってる。で声優の方があのすごくいい方採用されてて、うん、いい雰囲気があっていい、うん、あれ面白いですね。久しぶりに笑ったよなって。スカイフォートプリンセスっていうやつゲームですね。うん、なんか、うん、ちょっとやってみたら面白そうなんで、あの続けてみようかなと思ってるところですね。今ちょっとだけやったところですけどね。ちょっとだけやったところ。まあそしたらこれ飲んでいきます。トーヤミックス取っていきます。今あのアップした動画の確認作業も全部終わったところですね。7時回っちゃいましたね。これ飲んだら買い出し行ってこようと思いますですね。一応飲んでから行った方がなんかいいかなと思ったんで、っていうのもちょっとあのバナナの豆乳取りたい気持ちが出た。ちょっと買ってこようかな、バナナの豆乳。まあ買ってもいいんだけど、全然いいんだけど、単純にその空腹感から買うっていうのじゃもったいないもんで、まあ本当に欲しくて買うんならいいけど、まあ、なるべく砂糖の入ったものは取らない方がいいっていうか、あの魂が、まあ、あの無調整豆乳だけって言ってたもんで、言ってたっていうか、口で言ったわけじゃないけどね、言葉で言ったわけじゃなくて、あくまでフィーリングなんだけど、そうやって、まあ、あの、そういう感覚があったもんで、まあ、なるべく、バナナの豆乳は取らない方がいいんだけど、まあ別に、あの、取ったら、どうかなっちゃうってわけじゃないもんで、うん、なるべくまあ取らないようにすればいいっていうか、まあ、あの、それを習慣にしなければいいんだけど、うん、ただその、単純にその空腹感から買うっていうのじゃもったいないもんで、うん、本当にこれが欲しいから買うっていうならいいけど、そんなわけで、一回ちょっとこれ飲んで空腹じゃないよ。まあ、もともとあんま空腹って感じしないけど、さっきから割と通ってるんで、空腹って感じしないけど、とりあえず、とどめの一杯入れとこうかなっていう、そんな感じですね。そしたらこれ取っていきます。トーカミックス作っていきます。買い出し行ってきて、その後風呂入って、頭乾かしたところですね。うん、買ったのは、無調整豆乳を6本と、あとバスクリン。バスクリンとバスロマンってやつも一つ買ってみた。で、それとファミリーマートで、あの、果物ジュースですね。を買ってます。
果物ジュース5本かな、5本買ってますね。うん、でストローくださいって、まあ、お付けしますかって言ってくれたもんで、お願いしますって言ってストロー入れてもらったんだけど、家に帰ってきてそこで袋開けたらストローが入ってなかった。飛んでっちゃったのかな、バイクだったもんで。確かね、入れてくれてた、入れてくれてたんで、入れてもらったのは間違いないと思うんだけど、バイクで走ってる時に飛んでっちゃったのかもしれないとか、落ちちゃった可能性がありますね。一本も残ってなかったですね。これどういう風に思えばいいんだろうとか思ってましたね。ストローはもう使わない方がいいっていう意味なのか、あるいはもっと別のストローがいいっていうことなのか、何なんだろうなっていうふうに考えてたんです。ストローが必要なら、落ちるってことはないだろう、消えるってことはないだろうしっていうふうに、これはどういう意味なんだろう。私は大体なんか何か起きるとそれには意味があるって考える人なんで、何か意味があると思ったんで、ストローが一本も残ってなかったっていうことに対して、残ってなかったっていうか、どこに行っちゃったのか分かんないって、まあそういうことがあったですね。そしたらこれ取っていきます。これへっつけてなかったんでへっつけます。今からつけていきます。もうこれでなくなっちゃうんで、干したらスプレー式ですね。スプレー式でもうやっていく。まあ一日に数回ちょっとつけようかな。もう軽くだけど、軽く一日に数回つけてみようかなっていうふうには思ってます。軽くですけどね。なんか最初はあんまり全然ヒリッとしないなと思ってたんだけど、炎症っぽい感覚があるところは若干なんかヒリッとする気がするっていうのかな。あんま大したことないけど、若干ですね。あれまだ割とあるかな。まだ割とあるな。まだちょっと持ちそうですね。今日中になくなっちゃうかなと思ったけど、まあいいや。ラムさんの本に王の苦しさは王になったものにしかわからないだったかな、なんかそんな感じのニュアンスのことを書かれてた、まあ今の私で言えばハゲの人の気持ちはハゲになった人にしかわからないっていう、そういうことですね。ハゲになってみてようやくその人の気持ちがわかるっていうのかな、わかる。だけどまあそのハゲだからって言って、まあ、暗い気持ちになって、なり続けるっていうのを選ぶこともできるし、まあ、私みたいにハゲを楽しむっていう割と楽しんでるっていう、まあそんな感じですね。ハゲを楽しむっていうこともできる。まあ好きな方を選べるっていうのかな、まあ、暗い気持ちになることもできるし、まあ楽しむこともできるよ、ハゲだからって言って、まあ、別に暗い気持ちを選ぶ必要はないよっていうことですね。別にハゲ取ったってええやんって思うけど、どうだっていいよそんなの。アートピタ
あ、ちょっと出しすぎたな。ちょっと多いですね、これ。まあ、後でタオルで、ぐっちゃえばいいや。まあ、結婚する人には、まあ、ほいでも、女性次第でしょうね。私は結婚しないから、割とそういうところは、普通の人に比べて、気が楽っていうのかな。まあ女性によってはなんか、まあ言う人は言うでしょうしね、嫌がる人は嫌がるっていう、まあそんなのどうでもいいよねってそれは相手の問題だしな、相手のまあ器の問題っていうのかな、器とか価値判断の問題だから、まあそういう人とは関わらなきゃいいっていう話だ。そしたらちょっとドリンク作っていこうかな。トーカミックス、アップルですね。アップルで作っていきます。アップルを300ですね。これ振ったっけ？振ってねえ、振ってないか。まあいいや。で無調整豆乳を200ですね。これすごい跳ねるんだよな、やっぱり。跳ねるんだけど入れたくてしょうがないっていうのかな、全部できれば全部絞り出したいって感じ、そしたらこれ飲んでいきます。トーカミックス作っていきます。無調整豆乳を200ですね。200と、なんか日ごとにやるゲームが増えるんだけど、2つに減らしたんだけど今4つに増えた、ミックスですね。ファミリーマートのミックス、なんか日ごとに増えるんだよな。どうしたもんかな。これ飲んでいきます。トーカミックス作っていきます。無調整豆乳を200ですね。無調整豆乳200と、あとアップルですね。ファミリーマートのアップル、これはピューレ入ってるもんで絶対振った方が美味しいんですよね。振らないとピューレが入ってくれない。最後の方で残っちゃうっていうのかな。まあ味のバランスって、バランスっていうか均等にいかないって思うんで、振った方がいいんで。そしたらこれ飲んでいきます。トーカミックス作っていきます。無調整豆乳200と、あとミックスですね。ファミリーマートのフルーツミックスを300作っていきます。もうちょっと眠くなって、もうちょっと眠くなってきたんで、そのうち寝ちゃうかもしれないですけど、300
したら撮っていきます。10日ミックス作っていきます。アップルですね。アップルで割る、無調整豆乳200と、そう、あとアップル、一応まあ5本買ってあって、アップルとミックスは2本ずつ、まあオレンジだけ1本にしたんだけど、まあなんていうかオレンアップルとミックスが美味しいもんで2本ずつ買ったっていう、まあそれだけのことですけど、そしたらこれ取っていきます。おはようございます。今午前7時53分ぐらいですね。これから体重測定やっていきます。増えてますね。あ、体脂肪率がさ、まあほぼほぼ変わらない感じですね。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中。67ってとこですかね。血圧測っていきます。105-73です。今日の結果報告です。今日は天気曇り時々雨ってところです。睡眠時間は4時間半ですね。深夜0時から0時50分までの20分間と、午前1時から2時までの1時間、あと午前2時10分から3時までの50分間と午前3時10分から5時半までの2時間と20分間合わせて4時間半っていうところです。まあ今日は割とまあ寝た時間とか起きた時間がある程度まあ予測ができたっていうのかな。あのトイレでちょっと起きて、で少しゲームいじってパタっていったっていう感じの時が割とあったもんで、なんか例えばまあ5時、0時50分頃に起きた時は時計見るもんで、まあ大体時間はわかる。で0時50分に起きて、でトイレ行ってちょっとゲームやったらすぐなんかパタっていっちゃったっていうのが、まあ大体10分ぐらいだろうっていうところで、まあ寝たのは午前1時で、起きた、また起きた時に2時だったもんで、でまたちょっとゲームいじってパタっていったから、まあ10分ぐらいだろうってことで2時10分っていう風に、そんな感じで算出してるっていうのかな、まあ出してるもんで、まあ、割と正確じゃないかなと思う。まあ30分単位でざっくりやってもいいんだけど30分も寝てないと思うもんで、あ、じゃあ30分も起きてないと思うもんで、各そのトイレで起きた時の時間ですね。トイレで起きた時の時間っていうのは30分も寝てない。だいたいまあトイレ行くのに数分だし、で、ゲームちょっとやってすぐパタッと行ったと思うもんで、まあ10分ぐらいがいいとこでしょう。っていうふうに思うもんで、だからまあざっくり30分でやるよりも、まあ10分ぐらいって分かってるんなら、まあ10分ぐらいでつけようっていうことで今日はつけてる感じですね。うん。今日は、なんか本当にパタッていくのが早かったんで10分ぐらい。まあそんな感じですね。で、まあ4時間半。これはかなり正確だと思います。で、ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしですね。うん。
いつまで運動しないでいくのか分かんないけど、まあ、とりあえず今は調子いいもんで、体軽いし、なんか楽っていうかな、体の状態はすごくいいもんで、運動しなくてもこれだけいいならもう全然 OK だっていう感じですね。で、飲んだもの、果物ジュース、じゃないわ、野菜ジュース、野菜ジュースですね。野菜ジュースが 3900ml。で、豆乳の方が 3200ml。で、果物ジュースが 1800ml。合計で 8900ml ですね。まあ、9000ぐらいいっちゃってるよってとこですね。尿回数は20回です。濃さの方は完全無色からほぼ無色でかなり薄い、あとまあ普通に薄いってところです。まあほぼ無色か完全無色ぐらいが多かったですかね。割とやっぱまあたくさん取ってるもんで出るのはどうしてももうあの黄色があんまりないっていうのか、黄色っぽくないっていうのか、もう本当に無色に近いようなものが割と多く出るですね。頻繁に出るときはだいたい無色かほぼ無色で、量の方は平均的な量がかなり多め、あとまあ少ないときもあったんですね。まあ、多少ばらつきがありました。で、大便は1回出てます。午前11時15分頃ですね。で、くすんだオレンジ色、まあくすんだオレンジ色、なんだろう、オレンジっぽい感じはあるんだけど、ちょっとなんか黒っぽいっていうか、ちょっと茶色っぽいっていうのかな、ちょっと茶色入ったオレンジっていうのかな。まあオレンジとやっぱ茶色の間っていうかな。まあオレンジと褐色の間っていうのかな。まあそんな感じですね。で、太バナナ状で25センチってところです。平均的な硬さで匂いはほぼなしですね。で、おならはたまにありです。匂いはなし。で、一時的にまあ数回出る時がちょっとありました。一時的にまあ2回だったかな ?2、3回。一時的に2、3回、ちょっと連続で出る。あ、2回だな、2回。トイレに入った時で、あの、小便出してる時ですね。小便出してる時に、2回連続で出る時があった。で、あと、おならも、音の出ない、すごい小さなおならじゃなくて、音の出るおならが、出た時がありましたね。だから、体積、まあ、ガスの体積が、まあ、そこそこあるおならが出てる。匂いはない。感じられなかったってとこですね。で、今日の気づき。まあ、そんな今日の気づき、そんなないんですけど、まあ一応顔の肌がちょっとなんかサラッとしてるっていうのかな。サラッとしてる。顔の肌が。うん。風呂上がって、なんだっけ。アトピタも取っ払った状態ですね。取っ払った状態で肌の状態触ると、なんかサラッとしてるって。ちょっと、触り心地いいじゃんみたいな感じですね。見た目あんま変わってないんだけど。見た目変わってないんだけど、なんか触り心地はいいなっていうふうに思える。うん、一応、もしかしたらアトピタいいかもしれないよっていうところですね。アトピタに限らず、まあそういう、なんか、ああいう肌につけるやつはやっぱつけると違うんだろうなとは思いますけど、そんな全部試せないもんで、まあとりあえずあれがちょっと気になったからやったって感じですね。やっぱりまあ女性はよくその辺はよく知ってると思う、私よりはるかによく知ってると思うんで、まあここは参考にならないかもしれない。一応まあ私は私でちょっと気になったものを試したいもんで試すって感じですね。で、アトピタ、赤ちゃん用のローションつけてみたら肌がなんか割と、なんか、サラッとしてるっていうか、触り心地がいいっていうか。まあ見た目はあんま変わんないですけどね。見た目変わんないけど。触り心地だけちょっと良くなってるよ。あと、感情。11時頃、昨日の11時頃から、なんか感情がなんか上がってこなくなった。魂がいつもの魂じゃないっていうのかな。魂の反応じゃないっていうのかな。感情があんまり上がってこなくなってた。で、まあ、いろんな可能性があったっていう話してて、で、今日もまあ、だから、気にして見てたんですよね。で、瞑想とかもやってみた。あんまりやっぱり上がらないんですよね。だから、空腹感、まあ、いくつか言ってた時の空腹感は関係ない。なんだろうな。星回り的な可能性がちょっと高くなってきたっていうのかな。あと、まあ、なんか音楽聴いた時に、
音楽、まあ歌詞なら音楽聴いてた時に嫌な感覚がちょっと湧いてきてたもんで、あれからなんですよね。あれからなんで、やっぱその辺の影響があるっていうことはな、やっぱなんかあるのかな。で、それが回復してないんですよね。精神とか魂がなんかちょっとそれによってダメージを受けたのか、影響を受けたのか、まあダメージっていうのが近いかもしれない。そのダメージがまだ回復してないみたいな感じがあるっていうのかな。空腹感とかはまあ関係ないですね。星回りかどうかはまだちょっと分かんないですね。なところだね。まあクリアしたかどうかっていうのも、まあ、可能性はなくはないけど、やっぱりその歌詞のある歌を聞いた時に嫌な感覚があって、それからっていうのが気になるもんで、クリアとかではない気もする。で、やりすぎっていう感じでもおそらくないだろうと思うんで、まあこの間挙げた4つの中だと星回りがまあ唯一ちょっとの可能性がまあ高まってきた。星回りで悪いところに入ったもんで、そういうあの歌詞なる音楽を聴いて、それによってまあちょっとあの感情が上がりにくくなっていった、まあ運が落ち始めたっていうのかな。だからあの大元は、まああの大元は星回りが原因で、できっかけはその歌詞のある歌っていうことですね。その可能性がある。ただあの全然上がらないわけじゃない。全然上がらないわけじゃなくて、あのサイキックですね。サイキックに関するイメージをしたときはやっぱ少し上がる。ってか少し反応してくれる。少し反応してくれるんだけど、あの YouTube の成功、YouTube の成功に関しては全く反応してくれないですね。全く反応してくれない。あれってぐらい。で、まあ、魂に問いかけるっていうか、魂の声を聞く。まあ、魂が望む喜びって何なの？魂は何を望んでるの？っていうふうに聞くんですよね。自分で。自分で魂、自分で自分の魂に聞くんですよ。問いかける。返ってくる答えは、やっぱりあの、サイキックなんですよ。宙に浮くっていうこと。やっぱ魂はやっぱここを求めてるなっていう感じがする。フィーリングがあるっていうのかな。あくまでフィーリングなんで、なんとも言えないニュアンスっていうのか、フィーリング。まあでもここだろうなっていう、まああの、魂を求めてるのはやっぱりサイキックで、宙に浮くっていうことなんだろうな。で、そのイメージをすると少しやっぱ反応してくれるもんで、ただなんか反応がちょっと弱いっていうのかな。反応が弱い。なんか感情の出方が弱いっていうのかな。少し出るけど強く出ないっていうのかな。前はもっと強く出てたんだけど、なんかあの強く出なくなっちゃった。だから魂がちょっと疲弊してるよ、まあダメージ食らって弱ってるような。ダメージ食らったのかどうかもわかんないけど、なんか弱ってるような感じがする。星回り的なもんかもしれない。これが回復、どんどん回復してくれたらいいなと思うけど、まあそこはちょっと様子見ですね。まあそんな感じ。で、あとまあアップルで割った糖化ミックスですね。前にあのミックスフルーツ、ファミリーマートのミックスフルーツと無調整豆乳で割った糖化ミックス。これを飲むと、あの、ちょっと眠くなるっていう、はーって眠く、ちょっと眠くなるよって話は前にしたんですけど、アップル、あの、ファミリーマートのアップルジュースと、あの、無調整豆乳で割って飲んだアップルの糖化ミックス。これも同じですね。これも飲むとやっぱりはーって眠くなる。ただし、今日11時ぐらいだったかな、アップル飲んだの。あ、11時半ですね。11時半頃飲んだ時にそれを感じたんで、ちょっとこれ眠く、また眠くなってる時間帯とちょっと重なるんで、単純に眠い時間帯に飲んだもんで眠くなっただけっていう可能性もあるんだけど、一応アップル飲んだら眠くなったっていう。ただお腹が割と膨らんでたんで、お腹が膨らんだことによる眠気っていう可能性もあるっていうのと、あと午後11時25分頃にもミックス取ってるんで、そのミックスの可能性もある。だから正直はっきりとは言えない。はっきりとは言えないんだけど、一応アップル飲んだタイミングで眠たくなったよっていうのがあった。
まあ、ちょっとまだわかんないですね、これ。まだわかんない。一応、飲んだタイミングで眠たくなったけど、まあ、ほぼほぼ同じような時間帯にミックスも通ってるし、まあ、夜中、もう眠くなる時間帯でもあったんで、まあ、ちょっとはっきりとはわかんない。ただ、一応、まあ、可能性があるかなっていうぐらいですね。うん、あと、まあ、朝。ついさっきですね。朝。6時、5時、5時、6時。まあ、それぐらい。6時かな。6時過ぎ、6時が6時半ぐらいだったかな。そのぐらいに性欲が出た。あった。性欲があった。割とあった。割としっかりとした性欲があった。ありましたね。出た。で、旬野菜取ってるんですよね、今日。旬野菜取ってるので、旬野菜の可能性もあるんだけど、なんとなく今まで取ってきた、摂取した飲み物のエネルギーですね。エネルギーの蓄積から性欲が出たのかなっていう、そんな気がする。ただし、トイレ行って小便出すと消える。まあ、ほぼほぼ消える。ゼロじゃないけど。100% あったのが、まあ、2、3割ぐらいに落ちるっていうのかな。3割ぐらいに落ちるっていうのかな、性欲が。小便するとですね。多分経験あると思うんだけど、まあ、ちょっと尿意が少しある状態だと、なんか性欲が割と強いっていうのかな。しっかりしてるっていうのかな。男性は、多分その辺わかると思うね。わかると思う。で、それ、小便すると、ある程度解消されるんですよね。解消される。ちょっと尿意があるけど、でもトイレにどうしても行きたいっていうほどじゃない、どうしても行かなきゃいけないっていうほどじゃないけど、ちょっと尿意があるなっていう状態。この状態で割と性欲がある時だと、しっかり出るんですよね。その、欲求が、したいっていう欲求が、エッチをしたいっていう欲求が割と出る。割としっかりしてるっていうのかな。小便すると、それが、消えちゃう、消える。割と、まあ、しなくてもいいかなっていうふうに変わる。男性はわかると思う。まあ、そんな感じ、今日はそんな感じだったっていう、朝ですね。まあ、あと、まあ、サイキックのイメージですね。イメージが少ししやすくなった。まあ、割と、だんだんとやっぱり、思考の作り込み、重ねていくと、だんだんとね、イメージの作り込み、イメージがしやすくなるっていうのかな。頭でイメージしてる、それがすごく、まあ、リアルさを増してくるっていうのか、作りやすくなるっていうのかな。そういうのがあるんですよね。だから、やっぱり思考の作り込みはすればするほど前進していくなっていう実感がある。で、それはラムサやエイブラハムが書いてくれてることとぴったり一致するもんで、その先に現実化があるっていうふうに言ってくれてるから、このまま進んでいけば現実化する。する。するね。する。それも踏まえて全部動画で、お伝えできたらと思ってますね。だからやっぱ思考の作り込み、これはやっぱしっかり続けていくっていうところです。一応まあイメージの作り込み、そのサイキックのイメージの作り込みが徐々にやっぱ上達してるよ、作り込みがうまくできるようになってきてるよっていうことですね。少しやりやすくなってきた。で、まあ今日の気づきはそんなところです。で、計測時間は今日は午前8時ぐらいですね。まあ大体午前8時ぐらいに計測しています。で、体重の方は 57.45kg、プラス 0.35kg の増加です。まあ、昨日は 0.95kg の増加だったんで、昨日に比べたらだいぶ少ない。取ってる量はそう変わんないんですけどね。昨日と、まあ、野菜ジュースが今日の方が多いぐらいですね。昨日と量は変わってないんだけど、体重の増加率は昨日とはだいぶ下がった。昨日はまあ 0.95kg で、今日は 0.35kg なんで、体重の増加率はちょっと落ちた。でもまあ一応着実に増えていってる。これは、
あの飲食物の量というよりも私の思考と望みでしょうね。思考と望み、自分がそのまあ標準体重ですね、一応まああの標準体重を望んでるところがあるもんで、標準体重になってそこを維持しつつ長男としえさんのようになるっていうところがやっぱりあの成功の道だと思ってるもんで、だから標準体重を私自身が望んでるから、それであの今ちょっと増えていってる気がする、うん、気がするっていうか、今までの実験見てもその飲食物の増加と体重の増減率って一致しないんですよね。一致しない、うん、飲食物が多い時でも体重減ったりするし、増減率は一致しないもんで、だからあの飲食物にはよらないんですよね、やっぱり体重体脂肪率で。おそらく思考がやっぱり一番強い影響を持ってる。だからそのいくら食べても太らない人っていうのはいる。それは思考がしっかりしてるんですよね。食べても太らないっていう風な思い込みがしっかりしてるもんで、それがその人の現実になってるんですよ。食べても太らないっていう風に思い込んでるし、それをまあ望んでるところもあるから、それがその人の現実になる、現実になるから食べても太らない。だからやっぱりその思考のパワーですね、思考の力が凄まじい。だから飲食物の量には全く寄らないんですよね。全く寄らない。これはきっかけでしかないっていうのかな。あの思考が食べたら太るって思ってる人がこの飲食をすると太るんですよ。それは食べたら太るって思ってるから。だからその食べるっていう行為、これがきっかけになって、その思考の、まああの思考がどういう思考をしてるかですね。それによってあの増減が決まるっていう。食べても太らないっていう人はこのきっかけがあっても太らないっていうところに、太らないっていうふうに思い込んでるから太らないし、この食べるっていうきっかけによって食べたら太るって思ってる人は太っていくし、だからやっぱ思考ですね、思考。まあ飲食の量はきっかけでしかない。きっかけというか、まああの単純な行動ですね、単純な行動でしかない。その人の思考はどこをどう思っているのか、また何を望んでいるのかですね。体重増加を望めば、あの、食べたら増える。望んでなくって、あの、食べても太らないと思っていたら、食べても太らない。そういうことですね。だから、まあ、この体重増加は単純に自分の私の思考が、あの、まあ、思考というよりも自分の望みですね。望みが標準体重を求めているもんで増加している。まあそんなところでしょう。まあそれで方法も間違いないと思います。で、BMI の方は 18.1、プラス 0.1 の増加です。で、体脂肪率は 9.0、マイナス 0.1% の減少です。昨日が 9.1 で、昨日も 0.1% 減ってるんですよね。で、今日も 0.1% 減ってる。うん、なんだろう、9月10日7500、飲食7500で 0.5% 増えてて、で昨日が9000取ってて、9000ですね、9000取ってて 0.1% 減ってる。今日も8900取ってて 0.1% 減ってるって感じですね。なんか単純にたくさん取った方が減ってるやんみたいな感じですけど、でもだからといってじゃあ少ない時は絶対増えるかっていうとそうでもなかったですもんね。まあ、体脂肪率はあんまり気にしない方がいいよって感じです。血圧の方は105-73ですね。105-73。まあ大体最近のところに入ってるでしょう。で、今日はあの血圧、最初あの、撮影撮り忘れたんですよ。測定して、で、電源消しちゃったんですよね。一回消しちゃった。たまにやる、時々やる、時々やる。測定、撮影する前に、その数値を撮影する前に切っちゃうことがあって。で、これまあ、これですね。これ記録したものは全部記録呼び出しっていうところから呼び出せるんですよ。呼び出せるんだけど、一番最初のやつがこの平均の量ですね。平均の数字を表してるっていうのを今知った。これが私ずっと前回の数字だと思ってたもんで、で、まあ前回の数字、一番最後に計測した数字、ここを1回ポチッと押すと、一番最後に計測した数字が出るっていうふうに思い込んでたんですよ。
で前それで撮影したものがおそらくあったと思うもんで、そうすると実際の計測値と最後に結果報告の時に説明した計測値がずれてるものがもしかしたらあるかもしれないですね。過去の動画のやつの中にもしかしたらあるかもしれない。今気づいたんで、これが平均の数字なんだよっていうのが、一番最初この記録呼び出しを1回目押すと平均の数字が出るよっていうのを今知ったもんで、もしかするとこれ前に計測した時ですぐに取らずに一回ちょっと電源切っちゃって、で計測し直さなきゃ、計測の数字撮影してないよって言って記録呼び出し押して出た数字を撮影したものがあったかもしれないんですよね。わかんないけど、過去の動画でもしかしたらあるかもしれない。そんなとこです。そんなに大きくは違ってないと、わかんないですけどね。一応もしここに平均っていう文字が書かれてる、過去の動画でここに平均っていう字が書かれてるやつがあったら、それはその時に測定したものじゃなくて平均の数字だから、っていうのですね。そこだけちょっともしかしたらあると思う、あるかもしれないんで、過去の動画でその平均の数字が撮影されてるものが、今知ったんですよね、これ。今知った。で、ここの、矢印を押すと、最新のやつが出るんですよね。最新のやつ。105-73。最新のやつが出る。だから一番最初に押すと平均のやつが出る。これを今私知ったもんで、多分おそらく前に撮影したやつの中で平均の数字が出てるものがおそらくある可能性があるっていうのかな。わかんないけど、一応そういうことですね。申し訳ないけど今知ったんでって一応今後気をつけるけど、そのところです。一応105-73なんで最近のところに入ってる。で、脈拍73なんで、やっぱ脈拍ちょっと高め。ずーっとこのところ高めですね。で、これもしかしたら飲食物のエネルギー量が割と多い。今ちょっと多めになってるっていうのかな。割と蓄積量が多いっていうのかな。電池で言えば、満充電超えてちょっと過充電っぽいっていうのかな。だから性欲も出てきてる可能性がありますね。とは言っても体の状態すごくいいし、問題ないんだけどね。問題はない。だから様子見ですね。別に支障ないし、血圧の数値的にも、いつもの範囲内に入ってるもんで、問題はないっちゃ問題ないってところです。で、ウエスト67センチで5ミリの増加。これは体重が 0.35 キロ増えたので、それによるものでしょう。そんな感じです。ですね。一応魂の状態だけがすごく気になるけれども、思考の作り込みは割とうまくいってる、調子がいい。このまま、きちんと作り込んでいけば、で、ラムサの言葉は信頼して絶対にできるっていう風に。あとはそのサイキックができるっていうことに対する恐怖心ですね。できたらどうなっちゃうんだろうっていう恐怖心。この辺の問題ですね。この辺を解決、大丈夫、大丈夫っていうふうに落ち着ける。じゃないと自分でブレーキ踏んじゃうもんで、前に進めなくなっちゃうもんで、ここだけ、きちんと作り込んで、大丈夫っていう風なところですね。自分の望みはそこだから、そこを現実化絶対させるっていうか、それを感じたい、味わいたいっていうところですね。そこを、その感情を作り込んでいく。それによって、恐怖心をなくして、自分から、ブレーキを踏むのをやめるっていうのか、ブレーキを離すっていうのかな。まだやっぱり宙に浮くっていうことに対する、サイキックができるっていうことに対する恐怖心が全然ないわけじゃないっていうのかな。サイキックの中には炎を出すっていうのも含まれるもんで、
うん、そういう炎が出すっていうことに対してどういう結果になるのかとか、宙に浮くっていうことに対してそれもまあ、どういう結果になるのかっていう、まあ、その辺に対する恐怖心っていうのが全然ないわけじゃない。ないわけじゃないけど、まあ、割と大丈夫そうだなっていうふうには思ってる。うん、まあ、そこの辺の解決も含めて、やっぱり思考の作り込みはきちんとしていくですね。うん、それで、うん、その先に自分の望んだ世界があるっていうか、望んだ経験、望む経験がある、できる。うん、喜びがあるって言ってるんですね。うん、それが神の階段を登るっていうことだから、そこは登らなきゃいけないし、登れば望んだ喜びは手に入るよっていうふうに自分をうまく説得して、まあ、進んでいくっていうところですね。そしたら絶食150日目完了です。それではまた明日。